焦げすればいいやん。いや、うん、え、思わず川先生も笑いが。おはようございます。はい、ジョーさん、今日はでもここルーベンが昨日は B だったのに今日は A が来てるんですよ。あ、そう、うん、なんか昨日リーグ戦があってたらしくて、 A の方が予選は B で戦ってたらしいんですよね。だけど、うん、3位になってるんですよ。だけど今 A が来てるからもうジョーさん厳しいなと思って。ただグローバルが予選敗退してさっきも負けちゃったんで。グローバル背番号でかいですね。2年ですか。あ、いや今日はもう2年です。もう昨日春日野に前半で 2点やられて、うん、A と B 総替えですね。もう A が出れてない。あんまりなんか仕上がりが良くないみたいですよ、グローバル。なんか話聞いてたら今年今まで14、15人だったのが、うん、今年26、7人倍近く取ってても、うん、なんかチーム あんまり良くないみたいで、集まらなかったんですかね。集まりが仕上がりも悪いし集まりも悪かったんですよね。うん、今19番左サイドバックですね。今ボール持ってる8番島君。島君なんの。島君は8番ですね。8番島君の走り方がそうです。今いいよ。一平、一平はね7番センターバックいます。今日7、8、19そうですね。あとむっちゃんが出れてないんですよ、うん、足が悪いんで、で、ひろあきが今走っていってる9番9番ですね。7、8、9がセントラルにこう、と、あと11番石田くんがそこ。あ、
宗像地区では結構強くはなったんですけどね、ここに来るとやっぱボロボロですね。特に南山戦なんて10対0ですからね。何度の試合見せたけど結構遅かったですね、始まり。ああ、なんか中戸さんが言うにはギラも南山と練習試合やったらしいんですよ、うん、10対0で負けたらしいです。そうそうそう、なんかボロ負けてたね。なんかやっぱ格が違います。スピードも違うわ、うん、寄せも違うわ、もう波状攻撃が来るわで、ね、こんなゆっくりした試合じゃないですね、うん、これでもルーベン強いからですね、うん、もうやっぱバディに負けてるからルーベンにも、ま、多分負けるんじゃないかなと思うけど、まあいろいろこうやらないかんことがたくさん見えてるんで、うん、久しぶりに、あ、久しぶりから結構いいよね。789、あと誰でしたっけ、石田くんが11、8が島くん、一平が7、今センターバックでボール蹴りよ、トモキ左サイドバック、マイケンが9番か、今蹴ったのが今走り方1平や、ヒロアキが13番、うん、向こう左のここですね、左が左ですね、ヒロアキ左利きやから、ヒロアキ見よってゴリゴリ食うよ。7番、トモキは？トモキ19番、左サイドバック。トモキは？トモキ。わかる走り方で、うん、疲れてる走り方やろ。一平はわかる、一平変わってないわ走り方。あ、変わってないですね、一平走り方。うん、16番誰かやん、16番2年生ですね、中村くんかな。13番はヒロアキ、外部コーチが宗像トレセンの指導者の大根さんって言って、今そこに、うん、襟が黄色の人ですね、うん、で顧問が河原先生、学校の先生、はい、ラグビーやってたんですよね、で副顧問が上松先生って言って元副大のキャプテンですよね。むっちゃんがいないからやっぱね、中盤がね、だいたい島くんとむっちゃんで中盤で、むっちゃんが早い位置からチャレンジをして、うん、島くんがボールを抑えてっていうのが、うん、みんなでかいですね、165以上あります、うん、直樹ぐらい160超えてる、いや、160超えてる、主演の人は主演できる、誰？主演がレイク、ああ。かけるが多分一番今ちっちゃいんだ。小太郎ごろむなきゃ。やばいね。大丈夫大丈夫。高校入って伸びるんやけど。まあ、困らなくていいんだけど。でも、あの、広島に160人来ましたけど。大学生。てかやっぱり。俺ぶりや。俺ぶりやな、あれ。だってメッシ168やから。
中友170ちょうどし。でかっ。あ、そうなのか。中友170ちょうどですね。で、香川が172です、ね。誰だ？香川。香川真司。だけど、全然。油だけを下げてるの。いや、今は下げるよ。また、おあ、ハードが降りていけないんだ、これ。部活のサッカーなんでそんなもんですよ。面白いですよ、行ったり来たりが多いから。指いね、でも去年が強すぎたのね。天の星も出んかったのね。あれがリーグ。ほんと？今日はやってない、信じてる。ギラ2年生がすごいね。すごい、2年生がびっくりした。いやいやいや、試合見てて得点ほとんど2年生だから、そういう早い。あ、今年の2、あ、今の2年ですか。はうような、とか、するような走り方が、めっちゃ速いと思う。速いよ。6秒6ぐらいかな、今。一平はね、あの50メートル6秒6っていうよりも、10メートルがすごいですね。本当は、あの、上で使いたいんですけどね。ただ、バックスがちょっと今不安なんで、ヒロは右足が支えしていると。え？ヒロは右足が支え、もうあの全然蹴れんじゃん。ああ。支えですかね。お父さんが言った。グイグイ行きますよ。相手があの同じレベルぐらいだったらもう面白いですよ。絶対後ろ向かないですよ。まあそれ大事なんですよ。第一選択肢が後ろになってしまったら怖くない。トップはね、もうフォワードはやっぱ前に前に行く姿勢が大事ですね。で、ヒロアキも7秒フラットですからね。なんだかんだ言って。トモキシャトルラン141って。トモキ？うん。何？シャトルラン141って。本当。面白い。ちっちゃいけどね、右足のトラップは絶品ですよ。ただ
止めちゃう癖があるんで、パス受けて止まるから、囲まれちゃうんですよね。で、どうしても諦めが早い方だから。でもね、もう少々難しい球とか速い球でも右足でピタッと止めるんで。あんなもんかな。で、私それをさっき3年生のお母さんに聞いたら、2番誰だ、2番タッキーかな、2年生です。今のそこの17番も2年生です、純也君。サッカー未経験です。中学から始めて、もう新人戦から出ました。そこ今ベンチにいる5番の子が向井翔太郎君ってセントラル、まあ、すごいいいですよ。向井さんがこんな太さしました。あ、本当ですか、うん、まあ、すごいですね。この間も練習試合の時に結構強い相手としたんですけど、2人抜いてシュート決めてきましたから。6番かな、どっちか後ろ姿からよく。まだいろんなとこ試されてますけどね。何やってんだよ、パスかシュートか分かんないのか。小屋くんが後半出てくればもう少し攻撃に集まれると思います。今の14番の子ですね。そこ足が一辺なみです。ただ体力が9番マイケンです。うまいですよ。順位行け。今日はポジションを試してますね。あれ、むっちゃん出とうと？小手じゃない。16番むっちゃんやね。めっちゃ動いてる顔が。足大丈夫なんかよ。
ちゃん出てる、うん、足大丈夫なのかな、かなりひどいらしいんですけど。むっちゃんのポジション変わり合いないんですよ。どこなんですか？ボランチ、うん、要するにむっちゃんの役割は果たすこの代わりがいないから、うん、むっちゃんが抜けるとフォーメーションかなりいじらなきゃいけなくなるみたいなんですよね。ひどいなむちゃん。15分じゃないですかね。中退で何分？大体25分、中退で30分かな。25分だと思うんです。うん。宗像地区はですね、よその地区と違って中退で総当たりなんですよ。で1日2試合だから多分25分だよ。でリーグじゃなくてトーナメントになって3試合になった時は逆に決勝だけ20分とかします。一応規定があって2試合以上やっちゃいけないんですよ。だから練習試合をだいたい30分でちょっと長めにやってます。数えだと40分ですか？ああ、もうそら違うですよ、クラブチームとは。中学生だけ25分、高校が35分です。なんかね、なんか本当。本当。入ってこないんですよね、あんまり。石田君決めた。いつも周り笑ってるんだよ、石田君。頑張ったらご褒美出るぞ。
って決まったら神様見とるぞって止まんなかった。うん、今あのむっちゃが抜けたからフォーメーションいじったんで、トムキがセンターバック入って、左で蹴れる人間がいないんですよ今石田君言って決めましたよ本当ってもうちょっと向こうやった。中学からサッカーやってる子やからですね。そんなこと言ってちゃダメなんでしょうけど、ハマったら早いですよ。めっちゃ下手したら1ペイで早い。そっから行ったっけ、帰ってピューコーン。トモキもがっつり飛ぶよね。大体一平が蹴るんやけど、トモキ172ぐらい、もうちょっと欲しいんですけどね。まあ、伸びます。いやもうとりあえず私の身長抜いてるんで贅沢は言っちゃいけないですね。それこそ石田君のお父さんにどんくらいになりましたって、とりあえず私抜かれましたって、あと5センチは欲しいんですよねって言ったら、何贅沢言ってるんですかって言われました。一平も165ですね。石田君が100、あ、石田じゃない、島君が163か4ぐらい。ちょっと島君が元センターのメンバーだから伸び悩んでます。今キーパーの龍也君が一番大きいんですかね。トモキ1センチ大きいとか言ってたから、これは冬也が一番でかい、ユネジが一番でかい。あ、冬也君ね、でかいもんね。いや最初から諦めてましたからね。最初から全力行ったら間に合って。でも芝生きついもんね。
30分ですね。あとこっち。一平の蹴るモーションとか走り方とか癖が重い。すごさを一平。うん。少し曲がってる。闘技がある。戻るとき、うん、戻り方やろ。あの 手ブンブン振り回したやろ。1個目だったっけ。左から走って帰った。すごく左が来ましたから5キロぐらいです。何とかやった。まとめなくても1時間半もかかるので、先週の25キロ走ると思って左が来ました。こけた。何日で練習？うえ。ジェアルで。もうけた。もうけた。あれ合わせたかやろルーベンは。逆に。絶好。もうけたい。こきこき。そこちょっとユニも余っとる。むっちゃんの代わりにボランチ。むちろさっき16番から見てると。大きいやったらいいかもね。冗談中やしね。ちょっとこう入国届け一日だから。最近出てるよ。橋上航空、池田航空。いや、やはり池田は最近。池田は一緒ね、航空ね。一緒ね。狙いじゃない。ボールを持ってから。で、出したらとりあえず蹴ってくる。中戸君、決勝まで行って定山の敵打ってよ。南山前の11対0強いね。いやでも俺らおらんかった。見えなかった。一平が言った、どっからでも湧いてくるって人が。本当に11人かって。17番おったもん。おったおったおったけど、ちょろっとしか出てないみたいよ。おってもおらんでも一緒やろ。定山入ってやったら。やっぱ微妙や。今2日。いや簡単に言わんでよ。毎回笑えよ。毎回ああいう顔なんです。笑えよ。笑えよ。笑えよ。
うん、真剣なんやけど顔が笑っとうけん、お前ふざけとんかっていつも言われるらしい。入った。かける。中大連の時だけさ、かけるだけ打ち止めちゃうけんさ、住民に落としてから当然。あ？中大連の時だけでいい。お父さんに今許可もらおう。中大連行けるやん。あ？いやいや、畜養が。いろいろ行っちゃうから、行っちゃうもん。え、宗像では1位。宗像で、新人戦は2位やった。中学校に負けた。宗像来た。うん。人志とか。よう、大丈夫。人志とか。人志って人。また中学校の人。初めて会います。あと上西郷からね、何人か行っとうし、うん、でもこの間の宗像フェスティバルでは10学校今勝率で言ったら2勝2敗1分けぐらいですね、確か10学校うん、で違うどうなってもおかしくないみたいな試合ですね。そうそう、で大事なその新人戦とか、フレッシュ杯で負けてるんですよ。で練習試合とかこの間のカップ戦みたいなのは勝つんですよ。春日野も強いね。春日野も強いし二日市もいいですもんね。誰がそうだった？ああ、中村君が敷いた。多分先週のが多分治ってないんですよね。だから先週の質問に。今島君がセンターバック入って、トモキが左サイド行ってますね。ヒロキはもう左トップですね。最近一平がトップに元気もやもやして、一平がトップに行かれるみたいな。
そうそう、後ろから聞いてみる。いかんかったね、今の一人で。今押せたんだけど、持つ席でしょ。中華スポーツが冷静に判断できるけど、巧みやってしまう。こういうね、カーブが違う。おじゃ、どうです。おかえり。飯食っていいけど。あ、フードが違ってた。逆に怖いけど。今日はかける練習らしい。今から着替えてから次グローバルで出らなきゃ。あ、いいよ。ビール。リーグ戦もしくは昨日怒られてもう今度いいみたいな。あ、でもルールの方が分かる。同じ日やな。リーグ戦まだ始まっちゃう。でも今日なんかグローバルやるでしょ。振動失ってるでしょ。振動失ってる。なんか。この成績次第でさっきの試合に負けたらもうシードを失うっていう、うん、で負けてるんで何かのシードを失ってるんで。黒星も分かんない。黒星決定かも。一部確定やもん。入ってました。一部はあれば決まったんだよ。黒星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 どういう発揮ですか。いけるちょっとね。残り全勝じゃなかった。どうか勝てる試合を落としてもらって。ああ、勝てた試合を引っ掛けたのがあって、勝った試合を審判のせいにしてもらって。なんでそれ審判のせいにしたいかい。勝っとった試合は確実に勝っとかなきゃ。その時だって俺2点やと思う。審判が押したけど分かんないあれは分かんなかった。しかも相手が押したけど、うん、簡単に返されるな、うん、なんか2勝2分けせっかく1点差に追いついて勢いがつくかなと思ったらまた待ってるでしょ、受ける側も。で、出した後に動かないでしょ。あともうトラップですよ。パス受けてもトラップできんで、全部相手にパスになっちゃいますから。
いてます、うん、今でも前向いても蹴るのは難しいですよ。ルーベンでしょ。島君が3人おったら強いやろ。島君はやっぱり弱いけど、このパターンだから代表が見てみるようになったんで、入れた、入れられた、キーパーが蹴ってから相手に落とすポンと蹴られてるのが今まで俺見たぐらいのことだった。それでバディーの時はそんな感じだったね。一番初めバディーするね。初めて、うん、マギフィルとかでコンプリートする。大丈夫かね。大体真正面に蹴って、そう、折り畳みちょっと渡らない。これは開くとか繋ぎはいやんけど思うやけど、綺麗だ、キャリーとして。大体まっすぐ蹴るけん、相手の頭のポンと弾か、返されてる。相手は弱いんです。セレンシそれが問題かもしれない。そればっかりは、ね、練習してもなるもんじゃないですからね。練習でももしさ、不思議で出らんないと思うよ。トムちゃんがいないとこうまでなるかっていうでかいなおっちゃん。それと連休あるでしょう、うん、ここでラグビーがやってるでしょう、はい、高校ユースが、うん、そしたら練習できないじゃないですか、うん、だから一番近いジョーさん、もう先生があるからいつも練習試合組んでくれるんですよ。で強いとこ連れてくるんで、もうジョーさんとしてはもうちょっと恵まれてる、グラウンドちょっと貸すだけで。
本来なあそこに。本来ね、あのセンタリングも一平がいるんですけどね、中に。この間、カセ大会でセンターバックしてて、センターバックでボール奪って、そのままドリブルしてしまうし。めっちゃドヤ顔しとったよ。もう真っ先に、おばちゃんのとこ来てから、ビデオ撮れた、ビデオ。すぐ受け取ろう、俺。あいつ、なるし。新人戦の宗像地区予選の時に、小太郎が応援に来とったね。ジョダの応援に来て、いや加藤ここの会場やないよとか言いながら、でも後がなんかこだわりがちゃんと言ってないけん、こういう人に話せない言ったらしいよ。聞いたぜ、本当だよって、金曜日言いに来て、本当だよ、コタロー、コタローがいた、外側のサイドネット。ゲイヒロアキ、洗車。練習コレンコが出てます。
新しいな。石田君ああいう天然なとこがあってね、すごい楽しいんよ。入るぞ。しっかり今アイスキープ終わってないぞ。冗談のキーパー初心者の前にやころう。反応早かろう。まだ1対1になった時にさ、シュートコースを塞ぎながら前に出るのがちょっとできんだけど、中学から始めた場合にはやころう。え、去年のキーパーってあれドッジボールしてたんですか。そう全然落とさなかった。あのセントラルとやった時神がかっとったよね。全然落とさなかった。あれの1対1何本もあったばってパチンパチンって止める。でもね、公式戦の時全然あんななかったという。普通にコロコロが入ったという。あの時、トムキ頑張りよったもんね。すごかった、一丸くん押さえた。一丸くん、お前のやつだ。バイヤーシャーに、トムキ押さえた。お前たちめちゃくちゃ言ったろうが。むつらに持たしたらいかん、潰せって言ったろうが。言おったよ、聞こえたもん。あの時むっちゃん B も出てたもんね。むっちゃんだけ。もう B 戦の時はもうお前らがめちゃくちゃするけんさ。あの時 B 戦
楽しかったろ。冗談と B 戦。そう、でもなんかこう自分たちのしたいプレーがもう思い通りできたよ。もう周辺なんか水を得た魚のようにこんなに行きましたもん。また。頑張れ。魚のギアが受けること頑張る。やっぱりもう光の足、個人技はいいけど、昨日の何だろう、光抜かれて人気とかばっかりやったし、もうなんかもうワンタッチのパスが多いですもんね。やっぱもうずっと持って